さあ、中1の1、政府の足し算引き算、やっていきましょう。みんなに用意してほしいのはですね、このルーズリーフと、それを挟むバインダーです。これを用意してください。100均で買うことができます。これだけいいものをね、100均で買えるっていうのはなかなかすごいね。自分の勉強道具です。ぜひ揃えてみてください。そして、プリントに答えは書かずにですね、ルーズリーフに書くようにしてください。それだけです。ルーズリーフには解き方をまとめてみてください。もう最初は写すことがいいと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ、ということでね、ルーズリーフを1枚ピッて出したらですね、ここにね、書いていきましょう。中1の1、政府の足し算引き算。政府っていうのはここがプラス。で、これがマイナスっていうのが出てくるんですね。中1では。マイナスとプラスの足し算引き算のやり方です。ポイント !1、カッコを外すことから始めてください。そしてカッコの外し方なんですけれども、プラスかけるプラスっていうのをプラス。プラスかけるマイナスはマイナスの方が強いんですね。マイナスになってしまいます。もちろんここをひっくり返しても一緒です。マイナスかけるプラスはマイナス。しかし、これだとマイナスが強すぎてしまうので、マイナスかけるマイナスの時には、なんと、プラスになるんですね。何のこっちゃわからなくてもですね、とりあえずこの表を書いてください。必ずわかるようになりますからね。今、チームで考える。プラスチームとマイナスチームで足し算引き算をするときは考えてください。足し算引き算のときはチームで考えるようにしましょう。では早速、問題を解いていきましょう。さあ、早速やっていきましょう。ポイントの一つ目、カッコを外す。カッコを外す式が書けたらバッチグーです。ルーズリーフに書いていってくださいね。カッコ一番は、最初の方はね、普通に外すだけでいいです。マイナス5で、後ろをプラスとマイナスの場合はですね、マイナスになります。プラスとマイナス、ここを見るんですよ。マイナス2。じゃあ、後で計算しましょうかね。先にカッコを全部外しますよ。はい、カッコを外します。最初のプラスはですね、もう、分かりきってるので書かなくていいです。10。で、マイナスとプラスでマイナスになるんですね。10-2。マイナス7引くとプラスでマイナスになりますよね。マイナス7引く2。4番も19そのままですね。プラスは取って OK。マイナスとマイナスはなんとプラスになるんでした。次、マイナス8はそのままカッコを外してプラスとプラスはプラスですね。プラス6。さあ、これを計算していきます。チームで考えてみましょう。マイナスチームとマイナスチームが合流します。そうするとですね、マイナスチームが強くなりますよね。5と2で7。マイナス7になります。次、10-2です。難しく考えないでくださいね。プラスチームからマイナスチームを2つ引くんですよね。これは小学生と一緒です。答えは1。マイナス7-2。これもマイナスチームとマイナスチームが合流します。マイナス9。次、プラスチームとプラスチームです。19たす8ですね。プラスになるよね。27。マイナス8たす6。マイナスチームとプラスチームです。マイナスチームの方が数字が強いよね。なので、マイナスチームが残ります。どれだけ強いかって言ったら、大きい方から低い方を引くから、8-6で、マイナス2。という風になるんですね。ゆっくりね、まとめてみてください。赤ペンと青ペンを使うと見やすくなりますよ。慣れるまでは、このプラスチームとマイナスチームで考えてみてください。それでは、6番から10番もやってみましょう。さあ、さっきと同じように式を作っていきましょう。プラス4はそのままだから4。プラスとマイナスでマイナス3。9はそのままプラスとマイナスでマイナス8。マイナス10そのままマイナスとマイナスでプラス3。プラス4は4。マイナスとプラスでマイナス16。2はそのままプラスとプラスでプラス6。いいですね。さあ、4-3はわかるよね。プラスチームからマイナスチームを3引くから、プラスの1が答えになります。9-8もどうかな？これをね、考えなくてもわかるよね。9-8は1だよね。マイナス10たす3。これが考えなきゃいけないですね。マイナスチームが10。プラスチームが3。どっちがどれだけ強いかって言ったら、マイナスチームが7だけ強い。10-3でマイナス7になるわけですね。これもそうですね。プラスチームが4。マイナスチームが16。4-16だから、マイナス方向に12個分ありますね。
2+6。はい、これもね、こうやって書いたらちょっとややこしいけど、こうやって見たら小学生の算数と一緒ですね。2+6は8。というふうになります。まっさらな状態でね、全問正解するまでやってみてください。間違えた問題だけでいいです。合ってる問題は飛ばして OK ですので、間違えた問題だけ何も見ずに正解できるかやってみてください。See you!